これ向こう側に何かある？あ、アイテムある、アイテム。いや、あ、落ちられるところが、あ、落ちてきた。あ、戻った。君どこにいる？え、ドラゴンと戦ってるよ。俺ね、なんか穴に落ちてさっきのとこに戻ってきたわ。へえ。じゃあ俺もう一回行く、そっちから。いざという時こっから逃げ脱出口みたいな感じで。あれもうないのか。全然減ってないよこの人。やばい。6分の1、5分の1ぐらい。うえー、来てるー。熱っ。いて、攻め物こりゃ。いて、あー死んだ。あはまるもんね、これね。これはひどい。ちょっとほっとこう、この人。あ、はい。あいのは遠くから弓矢でチクチクやるのがいい。すごい硬かったけど、我々が持ってる弓の段数で倒しきれるのかね。あと C のルーンと得意のほら超高瓶。ああ、はい。超高瓶射程すげえ短いんですけど。使えるもの全部使うっていうのがやっぱりほら、これ。そういう意味ではこれはあれかな、猛毒だな。そうね、いろいろ。あとサソリの針とかいろいろあるよ。これあれか、ドラゴンエンチャにした方がいいか。ドラゴンエンチャ、ドラゴンエンチャ、ああ、はいはい。と、カメオじゃなくて、うん、なんだろう、炎カット率をとても大きく高める。はい。これ塗るだが、うーん、どうするんだ君。どうしよっか。いけるかな。まず、一回行ってみるか。ぬるで、はい。あ、もう気づかれた。横。はい。オッケー。俺通った後行ける君。今んとこ行けてる。お。で、ここも。ぬるっと。ちょっと、つかかった。危ね。ぬるっと。ぬるぬる。この先どう、あー。ぬるっと。崖か。ぬるぬる。こいつちょっと倒します、こいつ。で、さっきあのドラゴン。ドラゴンの。はい、あれ、この上の穴から落ちてきました。ここの上。あー、穴だ。すぐ、この上ドラゴン。ははは。なんか妙に明るいけど。で、こいつら、するはきつくないかな。ここじゃあ下から行きますか。下のやつから倒して。あー、大丈夫かな。上のやつまだ来てる。うん、上のやつも来たか。はいよ。わあ、二人の大上段切りを食らってしまった。餅つきルーンロスト。これ今戦ってたところの下に行くと、あの見えてた祭壇の前に出るんじゃないか、位置的に。あの血のでっかい祭壇あったじゃん。ほうほう。血が溜まっていた。はいはいはい。なんか今んとこも別にヌルーで上まで行くと、そのドラゴンジタバタいるところに奴らが来て、ドラゴンに倒してもらえちゃうんじゃないかしら。行ってみようか。 GO。 来るでしょう。でどうするの、どうする、戦うの。ああ、いやいやとか毒入るかなーなんて思うんだ
けど。引かれるな。ちょ、待てよ。いや、引かれるダメージ痛いね。骸骨も来てました。それ来るでしょ。焼かれないんかい。やめましょう、やっぱり。下の一体で倒さなくていいかもしれないね。下の一体、その最初骸骨として崩れてるやつ、うん、で、はしごの階段を登ってきてるやつを最初に倒して、うん、弓か中で釣って、あ、さっきのドラゴンの下のとこ。そうそうそう。お、2体処理すればよくね。うまくできればだけど。うん、やってみるか。こいつは倒した方がいいな。上のやつ気づいちゃった。あれ、マジで。おお、はいはい。あ、でも、おお、登ってこれるんだ君や。おお、だいぶ吹っ飛んだな。真ん中のやつも気づいたから、もうやっちゃいましょうか、これ。はい、バクスター取れない。なかなか取れないんだよね。下のやつ気づきそう。気づいてる。俺死にそうなんだか。バカチンが、痛いんだか。メスト4本しかねえ。どうしよう、こっからこっから矢で撃てねえかなとか。こっから、あ、こっから、まあ、でもやつこの穴は絶対通れないよね。うん、ここまで、ここまでおびき寄せてピシュピシュっとね。まあ俺は死のルーン使うか。最初来た来た。はいはい、いや、手持ち入る入る入る。剣危ない、剣危ない。剣危ない、剣は下がる。飛ぶんだ。もう FP ない。おーりゃ、あげー、あ、ゲー来ないね。来ないね、こっちまで。いい感じ、いい感じ。ういおー、なるほどね。そういうこともある。あー、間違えたー。あー、帯飲んじゃった。一歩無駄にした。あ、でも間に合いそうだな。ロックオンして撃つ。ロックオンして撃つ。あ、ドン来た。おっしゃ。減らねえ。減らねえ。敵をセンターに入れて撃つ。おお、敵をセンターに入れて撃つ。敵をセンターに入れて撃つ。俺その回まで見ていつもやめちゃうんだよな。え、最後まで見たことないの。見たことない。4話ぐらいまでしか見たことない。さすがだな、全部最後まで見たことねえんじゃない。全部って何。いや、今まで。いやいやいや、今まで50年生きてきて、さあ、厳しい。え、なんかドロップアイテム、あ、ないよね。大丈夫そう。わかりません。ね、竜の心臓と古竜岩石、手に入れました。あ、じゃあもうリスポンしないでしょ。うん、なんか見慣れたアイテムでした。上質の脇差しプラス24。面白いと思ったのは一応最後まで見るタイプだけど。じゃあエヴァンゲリオンは面白くなかったってことでいいんだよね。面白いと感じるところまでいけなかったんだろうかね。
え、なんでそう、なんかこう、歯切れ悪い感じで言うの？矛盾してるよ、明らかに君は。お明らかに矛盾しています。バーン食らえ最高、どうでもいい話だけど、俺あの、高校時代ずーっと愛用してた、はい、あの、ゲームボーイポケットがあるんだけど。ほう。あの、炭酸電池2本で動くゲームボーイ。はいはいはい。初代の次の次ぐらいに出たやつかな。おー。それ高校時代ずーっと俺愛用してたよ。うん。今でも現役で。ちょ、もう一回龍のとこ行きます。はい。はい、で、一回なんかでもね、電池入れても、うん、なんか電源入らなくなっちゃって、あ、ちょっと壊れたかなと思ったんだけど、うん、なんかある日突然また動くようになって、へえ、ゲームボーイなんてこの頑丈な堅牢なポータブルゲーム機なんだろうと思ってちょっと感動してしまって、すごいね。だけどもう見た目がもうボロッボロで、うん、もう なんていうの、その上のその液晶保護プラスチック透明ガラスみたいな、はいはい、あれとか はいはいはい、もう剥がれてどっか行っちゃってるし、へえ、ちょっとだいぶ色ももう錆びちゃってて、あの色がもうあれだったから、ちょっとあのあれ買ってみたんですよ。これも大丈夫、行っちゃう？行きます。あのリペアみたいなやつ、あの側だけ、あの新しい、はいはいはい、ちょっと赤いちょっとクラ、あのなんだ、クリアシェルみたいな、はいはいはい、やつと、あと IPS 液晶、はい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 、に乾燥できるやつ、あはははを買ったんすよ。うん、めっちゃめっちゃいい。そうなんだ。まあ IPS でちゃんとバックライトもついてるから、うん、なんとゲームボーイライトじゃないのに暗闇でも遊べる。なるほどなるほど。へえ。なんかすごい新品のようになんか生き返った感じがして、なんかすごいいね。非常に費用対効果高かった。はあ。二箇所だけハンダ付け必要なんだけど、その IPS 液晶にこう電源必要だから。うん、はいはい。それ二箇所。キットはいくらぐらい？1万2万ぐらい。いやいや、そんなしないです、そんなしない。そんなしないんだ。ああ、なんぼだっけな。何ドルだったかちょっと忘れたけど、絶対全然1万円とかしない。5、6千円だったんじゃないかな。あのアリエクスプレスで。へぇ、うん、じゃあ倒していきましょう。やっぱ携帯機、まあ君もそうだと思うけど、携帯機だからってわざわざ外でだけ使うわけじゃなくて、うん、部屋の中でも寝そべってポチポチっと遊んだりするのにはいいよね、うん、ゲームボーイ最強だ。はいはい、下の方に来ましたね。まあちょっと正面行く前に右からぐるっと、メッセージがいっぱいあるな。うん、特に何もなし。反対側、反対側。何もなし。では正面、みんなこの竜の首がないんだよね。え、もう一回道がないけど、これちょっと待って、もしかして、うん、あ、でもメッセージないからあれか、ないね、道はない、ね、はい。今回もあれでしたね、あのどっかで空中の道を、うん、何箇所かありましたね、透明の床を歩くっていうのが、うん、何箇所かあったんだ、何箇所かだっけ。なんか全部言ってるかな。変な塔に続く透明の道とか、はいはいはい、あと普通に洞窟の中で、まあ、やたらとそう透明ロードがあるところとかあったじゃん。ああ、あったような。塔のところ最初、あの、一周目気づきませんでした。おう。なんか雪は道を表すとかって、なんか、降る雪は道を示すだけか。散々あの辺うろうろしたけど。
わかりませんでした。普通にメッセージとかで気づいちゃったかな。あの読んだわけではないんだけども、その俺ほら君オフラインだもんね。うん、ああまあそれは、ああそっかそっか、その手前あたりにメッセージがわーってあるから、うん、手前っていうかそのもう透明の道の上にメッセージいっぱいあるから。あ、そういうこと、うんうん、なるほど、全然気づく。でもあの祭壇何なんだろうな。うん、こっちは行ったから、あーごめん変なの動かしちゃったよ俺。じゃああと行ってない方向に戻りますかね。そっから降りれると、降りるとどこに行けるの。あちょっと待って、こうさっきのあの3人がいたところっていうか、うん、じゃあもう向こうしかないか。うん、特に途中で最初の分岐、うん、でこっちだね、行ってないのは、うん、ここだけだと思うけど。あと竜の穴、さっきのあの土竜が竜炭石16個。ひどい。おい、それだけ。なんかあれよ、マジで。なんかニューっていうのはなかった気がするけど、気のせいか。なんか見落としてないかい。だってあのね、祭壇、血がたっぷり入った祭壇があったわけでしょ。あそこに行けてないっていう、なんかあるよな。もうちょっと戻ってみて、まああと祝福でしょ。祝福より戻ることは多分ないと思うんで。いやなんか見落としてんじゃないかな。メッセージを読め。いやでもな、竜の心臓が手に入ってあのレアな古竜眼じゃなくてなんだっけ、古竜眼の探石、ああ現場な、うん、手に入りましたという洞窟。うん、あ、ん、すいません、はい、あの祭壇前にご足労願いますでしょうか。はい、え、あ、ダメージ食らった。なんかあった、一個発見しましたが、それが謎を解決するかどうか、これオフィシャルメッセージだと思います。あ、読みます。はい。恐怖を知らぬ勇気を示せ。なるほど、どれ、俺ちょっと行ってみるか。はい、お、お、おお示してください、示してください。マジ、マジ、うわあ、すちゃー、これ、なるほど。これ、ダークソウル3であったね、DLC で。こういう、なんか、灰のような上に、こう、すちゃっと、えらい高いとこから降りれる。3席4でした。あの、はい、デーモン王子のところとかね。ところとか、はいはいはい、あと、あの、ドラゴンとかね。うん、ああ、よかった。あのメッセージ気づいて。ああ、素晴らしい。ボスですね。行きますか。まあここは近いからいいね、死んだとしても。ここはまあそうだ、走ってヌルーで来れると思う。うん、行きます。まあドラゴンだろう。待って待って、ああ入っちゃった、俺入れないんだった、はい、危ない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 。ちょっとカメオからタリスマに、物理以外のカット率を高める真珠流儀に変えまして、まあこんなもんか。あ、俺も霊薬使ってるので行きます。ゴー。あ、人型、え、出た古竜人。ちょっと待って、あ、早く、どこ旗。お待たせ、はいはいはい、あ、お前か。生身古竜人です。
いやいやいや危ない危ない、お、こう一発、マジか、毒ってはいるね。ナイス、いや強えな。いやー攻撃力強えな。あーそれ来る、へえ。ダメ、火ダメでかすぎることだ、マリカのすごいね。それじゃなくてもいいです。オッケーパーリー、ちょっと動きをね。オッケーパーリー、まあサソリだ。ガブーされた死んだ。それそういうガブーなんだ。HP 回復してる？してないよな。死んだ。まあ倒せそうです今ので、はい、60%、 残り 60% かなぐらいまで、うん、いろんなブレス使ってくるので、あの炎ブレスとか、うん、ガブーとか、うん、まあ鳥かごをやればいけるとは思うけど、一人だったらきつそうだな。これいけるかな。抜けた。はい、こんな落下ポイントか。しちゃう。はいはい、行きましょう、はい、ゴー。一発かい。あーこれ走ってたら背中バッサリ切られました。後ろ回ろうと思ったら、はあ、縦構えながら走ってたけど、やっぱね、横とか後ろは無防備ですから、なんて言ったってちょっと注意し注意し君もカニ食ったらいいと思うけどね。カニか？なんでカタクナにカニ食わないの？別にカタクナではないけど。装備しといた方がいいのかな。ゆでカニ、99の600。はい。カリ。もう食べるの？ボス前でも食べるよ。うん。すぐ、結構、割とすぐ切れるけど、また重ね食いできるから。ああ、そうなんだ。あ、効果はかぶらないけど、あの効果時間がリセットされる、食った瞬間。へえ。エビとカニがその重複するのかどうかは知らん。重複したらいいね、うん、オフラインだったらこれ多分その公式メッセージ気づくと思うけど、オンラインだと逆にメッセージいっぱいあって見落とし、まあでも見た目全然違うからね、まあ、最初は、うん、見落としてたけど、うん、でははい見ましょう。まずと暮らせるぞ。まず死なない。これがやばい案外。あでも縦ガードで 100% カットか。バックサブ硬いね。今サソリだから。ああこれ入ったのでは。ゾーンに入っちゃった。入った。あれ？これ毒必要ないか。いや。これは。じゃあ俺の番だ。すごい鞘だな。鞘だな。あ、尻尾みたいなことになってる。本当だ。どうやってパッとするのそれ。無理でしょ。物理的に無理でしょ。引きずっとるわね。うん。固有人。足こせの。なんか古竜人では牛体になるとちょっと全体的に干からびった感じで水分不足するよね。そうだ、カサカサ、うん、カサカサドラゴン肌、カサカササメ肌ならぬドラゴン肌。ちょっとごめん、やめなさい。え、やめなさいって言ってる。入っちゃった。あ、いろいろ技あるんだよ。
まだ見せてない技あるだろ。おい、おい、飲んだね。飲んだか、間に合わんかったか。好きでかすぎるよ、それ。腐敗ブレス、俺も今セットしてるけど、腐敗ブレス使ってきたら嫌だな。の穴っつってお前がいるとは。すごいでっかい扉があるね。あ、かけねえ。いや違う、今俺が見た感じだと手ペロペロしてたよ。本当？ああ、うん、そのなんかポテチの塩分ペロペロって感じ。そうそうそう、なんかお金数える人があるからちょっとペロッとするみたいな感じで。はいはいはい。おお、死なないで、死なないで、死なないで。ちょっと事故るとかなります。死なないで。カニと食べてちゃんとこれ落ちて、間違ってあれだったもの、ガードカウンターしてしまったらこっちにくるって見たもんね。でかい扉あるね。確かに確かに、ゆりかに確かに。なあ、バックステップで俺の横に並んだよ。そういう時もあるのや。うん、古竜人ってことは新竜人もいるんだろうか。これ古いタイプなんだろうな、きっと。だな。うん、広げて広げて。なんだっけ、ハドソンの新人類だと。おお、懐かしい。終わっ、終わっ、あ、終わりました。竜狩りの大刀手に入りました。あ、さっきのやつじゃない？その扉開くのかしら。君帰りますか？さよなら。ああ、消えましたね。ちょっと、アイテム読みます。はい。